コンスタンチン・カベーリン、コンスタンチン・ドミトリエヴィチ・カベーリンは、ロシアの歴史学者、法学者、社会学者。しばしば、ロシア自由主義の初期における主要な創設者、主導者と称される。サンクト・ペテルブルクの古い貴族の家系に生まれる。モスクワ大学法学部を経て、1839年、ペテルブルク大学で法学を専攻する。チモフェイ・グラノフスキー。 アレクサンドル・ゲルチェンと並び、西欧派の指導的思想家となる。1855年ゲルチェンは、カベリンが提唱した、ノード解放案を公表したが、このことは、カベリンを後退しつき家庭教師の職から遠ざけることにつながった。1860年代には、カベリンは徐々に受け入れし、自由経済協会の会長に就任する。カベリンは、西欧派から、 スラブ派に転向し、1887年にはスラブ派の立場からロシア主観観を表し、ロシア国民の歴史装置としての国家を商用している。何人かの研究者によって、カベリンガレフトルストイの小説、アンナカレーニナの,の登場人物、スキバオブロンスキーのプロトタイプになったと主張されている。ありがとうございます。